はい、撮影を始めたいと思います。ここはまあ学校跡なんですよ。分類したら廃校なのかな。見てもらえればわかると思うんですけど、何の廃校か想像つきます？これ。そう、自動車教習所なんですよ、ここね。自動車教習所の廃墟があるので、ちょっと見たいなと思って来てみました。もう民家もすぐそばにあるし、あとなんだ、もう本当にね、交通量の多いあの県道のそばにあるので、なんでねこの自動車教習所を潰したのかよくわかんないんですよね。まあ、ちょっとね歩いてみたいと思います。あ、ちなみにね、ここね立ち入り禁止とかの札が一切ないんですよ。だからまあお散歩する分にはいいのかなと思って、ウェルカムな、施設だと思いますから、ちょっとね見せていただこうかなと思いますね。だから教習所だから、こういうのがね至る所にあるんですよ、道路標識ね。こういう廃墟ってなかなか見たことないから。でもこれ綺麗だよね、建物はっきり言って。これ多分待合室でしょ。あ、教室？これ学校によくある机とかがあるから教室かな、これ。ここら辺は何だろう。あ、待合室なんだ、ここ。そっか、もうだけど何もないね。あ、なんかここシミュレーターみたいなのがある。あ、面白いね。でもここがだから、まあうわすげえタイヤめちゃくちゃある。そうそう、だからね、向こうにもね、あの建物あるじゃないですか。あれもね、実はもうやってないボーリング場の廃墟なんですよ。ちょっとね、向こうも後で見に行きたいなと思います。もうタイヤ置き場になってるね、これ。だから当時の教習車に使われてたタイヤなのかな。もうだけどがらんだね、建物の中はね、何にもない。ここ何か残ってるっぽいんだけど、あの信号機とかがあるわ。やっぱその辺はあれだね、道路じゃないや、自動車教習所の名残がある。ここは休憩所かな。テレビとかね、なんかシミュレーターみたいなやつがいっぱい置いてあるかな、部屋の中にね。これでもやっぱり少子化で免許をさ取得する人が少なくなってきたから、こういう風になっちゃったわけ。うわ、バッキバキに割られてる、これ。雰囲気的にここトイレだと思うんだけど、どうだろう。あ、違うわ。あ、講習用の玄茶が置いてあるねえ。レッツだって、鈴木でしょこれ確か。そっか、まだ教習車あるんだ。って言っても車はないね、こうやって見ると。玄茶が今3台ぐらいこの建物の中にあったけど、ここはだから教習車とかを置いておくスペースでしょうね、これ多分。あ、なんかいいな、ここ。もう車が走ることは絶対にないと思う。この辺でもね、教習所がね、自動車教習所が何軒あるのかな、結構あるんですよ。だからやっぱり客の奪い合いになったのかな、これ。でもね、施設はやっぱりまだちゃんとしてる。いつ頃ここ閉鎖になったのか、ちょっとまた後でネットで調べますけど、なんか再開しようと思ったらできるんじゃない？ほらほらほら、ここ
ここ踏切だったんだね、きっとね。ほら踏切がある、ここに。だから踏切とかさ、坂道発進の場所とか、なんかいろいろね。僕ね、まあ普通自動車免許と、あと大型自動二輪の免許持ってるんです。だからね、教習所は結構通ったんですよね。って言っても免許取るの2回だけか。あ、3回。だから中免取って大型も取ったかな、バイクね。あ、面白いなこの風景。この風景いいな。なんかほらほらほら、だからもうこの信号も使われることないんだろうね、交差点。ここは多分車庫入れのスペースかな。なんかコオロギとかね、なんかそういったスズムシはいないと思うけど、コオロギとかのなんか鳴き声がすごくいい。ここはだから車庫入れでしょ、縦列駐車の練習する場所。ここ多分これね。まあ日本人である以上、みんな必ず1回はさ、自動車教習所通うことになると思うんですけどね。えそこ工場がもろあるし、でもこれ撮影するだけだから。で、立ち入り禁止ってね、書いてないんだよね、ここどこ見ても。だからまあ堂々と僕ね入ってきてるんですけど、あ、面白いなこれ。だからここは坂道で一旦停車して坂道発進の練習するところだね、これはね。へえ。あ、なんか懐かしいな。ここ通ったわけじゃないけど、自動車教習所に通ったのが、初めて通ったのが18歳の時で、高校3年生の時なんですよね、僕ね。誕生日が早いので、18歳になった時点で自動車教習所に入ってもいいっていう風に決まりになってたので、僕の地元はね、田舎なので。やっぱり楽しかったですよね、初めて車運転するっていうのがね。なんかちょっと大人になった気分。そんな感じで早くね、免許取りたくて、なんか普通の勉強全然頑張らなかったのに、自動車教習所だけは本当にね、毎日欠かさず行きました。授業を取ってね、予約して。交差点です、ここ。まあこの信号機が光ることってもうないんでしょうけど、前そういや信号機ってめちゃくちゃ高いんですよね、これ確か。なんかの番組で、信号機ってこれ1個300万とかするんでしょ、新品かね、そこらで。でももうこれ再利用されずにそのまんまなんだ。まあでもこの信号機古いよね、今なんかもう LED に全部変わっちゃってるから、やっぱもうこれ再利用ができないから、このまま放置なのかな。ちょっとね、踏切はあったし、お、あそこ監視するとこかな、監視小屋。だから中で修了検定の時に教官とかがここに登ってチェックする場所なのかな、これは。面白いここ。だからクランクであったり、そういったところを練習する場所がどっかに多分あるんだと思う。だいぶね、草が生えてきちゃって、ここもなんかコースあるんだけど、あ、これは車庫入れかな、そこで止まってるから。ここで行き止まりだから、あ、違うわ、続いてる。カーブの練習。へー、なんかもう草がいっぱい生えてるから、どこに何があるのかわかんないけど。こっち行くと何になる。あ、なんかよくわかんねえなこれ。何何。あそこもだから
何かするとこだよね。これもう草がすげえな、これ。あそこはだからちょっと行ってみようか。なんかマダニがいそう。ここなんだろう。これって何の練習だっけ。ここが車庫入れか。そうだね、多分。だからまあどっちからでもいいや。入ってきて、でここで振って、でバックでここに入ると、こういう感じね。これ車庫入れのとこだね、きっとね。だからそこにもあるし、こういうポールが立ってるところっていうのは何かしら練習するところだわ、これ。ここ車庫入れ、踏切あったでしょ、交差点あった。あと何があるかな、自動車教習所の練習だと。踏切もあったし、いや、こんだけ草生えてるとさ、なんかよくわかんないんだよね、どこに何があるか。でもなんか味気ないね、こうやって見ると。やっぱり自動車教習所ってね、教習車、バイクとか車とかがやっぱ走っててこそだと思うしな。ガードレールももうないよね。ガードレールってでもどうだろう、自動車教習所にあるのかな。ここもなんか、これも車庫入れ、車庫入れこんなにいるかな。縦列駐車のとこはさっき分かったんだけど、あ、でもひょっとしたら教習車を止めておくスペースなのかな、ここ普段使われないね。ここ一旦停止だね。こういう標識はまだ残ってんだ。そっか。いや、もうこれすごいな、ツタが。いや、でもなんかこれ使われないのもったいないよね。再利用とかできないのかな、ここ。でももう日本人ってほとんどの人が免許持ってるでしょ。だから今少子化で新しく18歳になる子たちがやっぱり免許取らないから、免許取らない子もいるし、まあ取ったとしても1回通ったらもうそこで終わりでしょ。だからこういう施設っていうのは数が少なくなっていくのかな。やっぱり少子化が全て悪いんだろうね、きっとね、これは。ここは何？ここなんか広いスペースがあるけど、ここ駐車スペースかな。車とかの教習車を、普段使わない教習車を止めておくスペースかな。まあ自動車教習所の廃墟ってなかなかね、レポートしてる人いないので来てみたんですけど、まあ特に残留物があるわけでもないし、まあこのコースをね楽しむっていうことに関して言えば楽しいかな。ガードレールもそのまま残ってるしね、こうやって。あそこも、あそこは進入禁止か、一方通行だね。道路標識とか残ってんだ。そっか。でもこれもう使われなくなって相当経つよね、これ。道路ももうこんなに苔むしちゃってるもん。ここら辺はいい廃墟感出してるかな。いや、面白いこれ。一方通行の進入禁止の道路標識だね、これね。あ、ここだから S 字カーブじゃないの、これ。こう入ってね、 S 字だこれ。クランクどこにあんのかな。じゃあクランク、こう何、直角になるやつ、ここ S 字、こっちにも S 字があるな。
ここも S 字カーブだね。フランクどこにあるのかな。フランクが発見できない。草に埋もれちゃったかなこれ。今日は天気も良かったからさ、なんかこういうとこ来るの結構楽しいな意外と。ただ何にもない。強いて言うならだから当時の教習用に使ってた 50cc のバイク、スズキのレッツがあったけど、さっきねあれぐらい。あと建物の中にシミュレーターあったけど、お、ここは、あ、そっか、さっき通ったここクランクかな。こうなってたら、あるね、ここクランクだわ。ちょっと草でもう隠れちゃってるけど、ここでこう抜けるね。なるほどね。ここクランクのコースだ。もうだけどこれさ、このツタ切ったら臭いやつだよね。これヘクソカズラっていうやつでしょ、これね。え、臭い匂いがする。ヘみたいな匂いがするからヘクソカズラね。え、これ豆知識です。雑学好きなんでね。いや面白いな。でも意外ともう使われないのかこれ。そっか、まあ、だけどね、これコースの全景図知りたいな。ネットに出てないかな。タイヤも転がってるしさ、そこの監視塔みたいなとこね。え、あ、でも窓にエアコンついてる、セパレートのやつ。まあだけどなんか階段が腐ってるっぽいね。え、あ、面白い。でもここはねえ、そこ踏切でしょ。踏切のあれがあるし、なんかあるねそこ。廃棄物。ねえ、そっか、ここはだからこれ S 字カーブかな、ここ。そうだね、ここでこう抜けるんだ、 S 字。まあ、なんかちょっと地味な映像になってしまったので、これひょっとしたら最後まで見てもらえないかな。まあ、ちょっとね興味があったんで僕もここ来てみたんですよ。自動車教習所の廃墟の動画って意外とないと思うのでね。残留物もなんもないからさ、コース紹介みたいな感じになってるけど、まあでもしょうがないよね、こういう廃墟だから。なんかあればいいんだけどな、面白いやつ。まあでもこの踏切跡、まあ実際に電車が通るわけじゃないですけど、こういうのは見ててなんかちょっとね、一旦停止、必ず左右をねちゃんと確認してから行きましょうということですよね。僕この間までゴールドだったんだけどね。ちょっとねおまわりさんに捕まっちゃいました。あれなんだっけ、一時停止義務違反かな。はい、じゃあまあとりあえずすいません、本当地味な映像で
滋賀県の、軽自動車教習所の動画でした。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。